ミールは自立推進型の深海潜水艇である。この計画は当初、ソビエト科学アカデミーとラズリと設計局によって基本設計がなされ、後にフィンランドに2隻が発注された。詳細設計と建造はフィンランドのラウマ・レポラの海洋部門が担当し、ミール1とミール2は1987年に納入された。このプロジェクトは、 シルショフ海洋研究所から派遣された技術者の監督の下で進められた。船体は科学研究に使用する目的で設計された。潜水艦の救助作業をアシストするために使用することも想定されているが、潜水中に人が乗り移るだけのスペースはない。2隻のミールを運搬し、潜水作業中の指揮を取る母船は調査船アカデミック、ムスチスラフ・ケルディッシュ。 現在、2隻ともロシア科学アカデミーが運用している。ミールは、最大6000メートルまで潜水できる。3000メートル以上潜水できる、有人潜水艇は、ミールの他には、アメリカのアルビン、シークリフ、ディープスター2万と日本の深海6500と、フランスのノティールと中国の高量号がある。世界の海洋の98%は6000メートル未満の、 深度であることから、ほとんどの海域に対応できる。深海層まで潜水できるこれらの潜水艇はすべて、乗員が3人である。従来の深海潜水艇は、チタンを溶接して、耐圧核を製造していたが、ミールの耐圧核はチタンよりも引っ張り強度、重量比が10%優れているマルエージング港で作られている。この合金は、 約30%のコバルトと少量のニッケル、クロムとチタンから構成される。2個の半球は、鋳造、機械加工され溶接を避けて、ボルトで接合される。船体全体の比重は、水の比重に近く、そのため異なる深度へと容易に移動できる。さらに浮力は、溶石8立方 M のシンタクチックフォームで得る。 他の深海潜水艇が海洋艇に到達するために、鉄製のバラストを使用するのとは異なり、ミールはバラストタンクによって浮力と振動を調節する。二隻のミールの建造は、冷戦下におけるフィンランドソビエトの経済的、技術的な協力の重要な例になった。カナダ、フランス、スウェーデンからの応殺は、おそらくは政治的圧力により撤回された。 後に、当時のラウマ・レポラの部門長であったピーター・ラクセルが、STT に語ったところでは、プロジェクトはどうせ失敗すると、アメリカの国務委員会が思っていたことが前提となって、フィンランドは船体を納入する許可を得ることができたと信じている。我々が設計を成し遂げたことが彼らの目にも明らかになるや、どうしたら、こんな技術をソビエトに売ることができるんだと大騒ぎになって、 ペンタゴンにはたくさんの人が押しかけたコ,コム規制のために使用されているほとんどの技術をフィンランドで開発しなければならなかった。電装はホルミングが開発した。シンタクチックフォームは業界主位の 3M が供給を断ってきたのでエクセルが製造した。ソビエトに流入する技術レベルの高さがアメリカで問題になったのである。例えば、 海底に付設したアメリカの対潜水艦深海超音装置を除去することが可能な先導潜水艦部隊を組織するのではないかという懸念をペンタゴンは持っていた。ラウマレ・ポラは裏で経済的な制裁を行うという脅しを受けた。利益の大きい洋上型石油プラットフォームの市場を失う可能性の前にラウマレ・ポラは駆使し、 フィンランドでの潜水艦の開発はストップした。ラウマ・レポラは会社を閉鎖し、その後、ホルミングと合併して、フィンヤードとなった。現在の STX。また、燃料電池を元にした大気非ーゾ推進。こうした機関は、主として潜水艦の主機に用いられるの開発が放棄された。全長122メートルの母船である。 調査船アカデミック、ムスチスラフ・ケルディシュも、同様に1980年に、フィンランドのラウマのホルミング造船所で建造された。ありがとうございます。